さて、つむつむ7周年記念耐久レースやっていきましょうか。続いてはシンデレラ&青い鳥、2種類のスキルが使えるよっていうことで、シンデレラはクロスライン上に消して、青い鳥はなんかクロスライン上のつむを高得点シンデレラに変化させるということですね。まあ、ここに書いてある通り、青い鳥が行った後にシンデレラのスキルを使うと効果抜群なんですけど、これでもランダムでしょ、どうせ。ランダムなんだったら、もう、ね、時の運って感じですよね。あ、違う、これどっちか使えるのかな？え、わからん。あー、そういうシステム。なるほどね。両方出てくんだ。で、両方溜まるから、あ、じゃ、これあれですかね。もしかしたら、毎粒貯めるのとかにすごい便利なのかもしれないですね。ということで、青い鳥を消していきたいんですけど、青い鳥が消せないっていうね。あ、青い鳥、幸せな青い鳥。幸せの、溜まってない。よし、いた。で、まずは、貯めます。で、高得点で消せるやつをやった後に、あ、違う、そういうことじゃない。俺何してんだ、バカか、バカだ、そういうことか。はい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 、分かった。こうしてこうします。青い鳥貯めたい。青い鳥貯まったんで、まずは青い鳥を使う。で、青い鳥を使った後に、こうだ。こういうことや。ほいー、お、すげえ。見ました皆さん。なんだっけ、これ、フィーバータイムだっけ？フィーバーボーナスタイム中じゃないのに、24万点消えたってことは、これ、フィーバータイム中にやったら、ものすごい点数消せそうですね。なんか、ツムツム日々進化しますね。これ、最近出たツムだったっけ？ちょっともう覚えてないんですけど、ちょっとね、下の方でピロピロ溜まって、早く消せって、すげえアピールしてくるシンデレラちゃんがいるんですけど、ちょっと待ってね、青い鳥、溜まったー。あ、これすぐいけるかな。すぐいける。よし。これでいく。あれ返して、あれ思ってたんとちゃう。さっき24万いったのに、今度20万にフィーバータイムなのに下がって。そんなことある？マジか。じゃあもうしゃあないですね。これどんどん使うしかない。あ、でもこれあれか。両方のスキルを使ったことになるから、スキル自体はすげえ溜まってくれるんだな。これはこれでありがたいかもしんない。ただこれ全然消えない。あ、よね。あ、止めちゃった。ということで、あ、でも、コインはそんなに溜まってないけど、なんか、レベルの割にはポイント溜まってるって感じですね。わ、すげえ溜まった。227個。あ、でもギリギリ溜まらないっていう。わー、これなんか極めたらめちゃめちゃポイント貯めれそうな、ガチャじゃねえや。ツムでしたね。はい。ということで、耐久レース引き続き頑張っていきますんで、次回もご覧ください。